第25話、オデッサの激戦。岡田敏夫先生が、水素爆弾に関する、アムロとブライトのやりとりについて話しているよ。で、ブライトさんからですね、連絡があって、すごいですね、えー。ミサイルのですね、断面図が出てきます。赤いところが水爆を爆破させるところだっていうふうにです、ね、赤いところって言われてるんですけど、まあ、爆弾の起爆装置という意味ですね。えー、中性子の発生源でしょう。で、次の方アップになって、 点線のところで叩き切ればいいっていうふうに言われるんですけども、ちょっとね、お、お、面白くて笑っちゃったんですけど、ここのセリフィーズ、点線のところで叩き切ればいいっていうう言われて、このまあ、弾頭のあ丸い部分、この球体の部分が、いわゆる水素爆弾の本体で、この赤い部分が中性子の発生源なんでしょう。だから、ここでぶった切ればいいっていうようなことなんですよね。えーとですね、点線のところで叩き切れっていうですね、小学生の工作みたいなことを言われてアフロは、ちょっと、こんない、 一かげな断面性役に立つんですかというと、ブライトさんはですね、一応南極,南極条約の時にお互いに出した資料に基づいてるから、信頼できる、言ってくれと言います。アムロは、じゃあ行きますというふうに決断します。で、それでよし、ミサイル発射のため、あの、は、ははに向かうぞと思ったところにですね、ガイアのドムが、ドムとってこういう攻撃はできるのだってって空中からですね、ロケット噴射して飛んでくるというですね、ものすごい攻撃を仕掛けていきます。 さあどうなるか。後半 B パートですね。10分44秒しかないというふうに言ったんですけど、ここまででもう8分20秒使ってるんですよ。残りで、ね、2分20秒で、本当に戦争は終わるのか。まだガイアも倒してないという,うことですね。えー、B パート後半に入ります。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。